停車いたしません。おはようございます。本日は8月10日、夏休みがちょうど始まる土曜日ですねの、熱海です。まあ、夏休み初日ということもありまして、おそらくですけれどもたくさんのお客さんたちが18切符を使って、名古屋ですとか大阪ですとかその辺りまで帰省するものと思われまして、ご覧の通り乗り換え駅の熱海ではですね大量のお客さんが降りていきました。これ全員が熱海とか、まあ、伊豆半島方面に向かうというわけではないと思います。まあ、結構ねそういう人もいるとは思うんですけれども、中にはまあ静岡とかこちらの方へ向かう人も結構いるでしょうね。多分予想ですけれども半分ぐらいはさらに西の方へ向かうんではないでしょうか。ここから乗り換えて、東海道線のさらに静岡方面向かう人たちの乗り換えの様子をご覧に入れたいと思います。ご覧の通りですね、熱海駅の階段は恐ろしいことになっています。普段ならありえないぐらいの混雑です。現在時刻は12時の18分かな、この今乗ってきた電車が着いたのが12時15分ぐらいだったんですけれども、次の、島田行き静岡方面の電車なんですが12時35分に発車します。で今私がいるのが4番線5番線のホームで、こちらに回送列車が止まっておりまして、この向かい側今、ワイドビュー違うな、なんとかかんとか踊り子が来て、そのこのところにこれから電車が来るはずです。何両なんですかね、3両だったら面白いんですがどうなるんでしょうか。本当はですねこの島田行きの電車が入線してくるところで待っているお客さんとかを撮りたかったんですけれども、入線してしまっておりました。それよりねこっちの黒船電車の方がものすごく混雑しております。立ち客が大量におります。多分これ普通列車扱いの電車だったと思うんですが、すごいですね。あんまりちょっとズームにはしない方がいいですが、立ち客が大量におります。そしてこっち側のホームにはイズクレール653系だったかな、まあそんな感じのあれなんですけれども、確か3年ほど前から、走り始めた電車です。なんかね個室みたいな、個室じゃないけどパーテンションで仕切られたようなそういう座席もありましたね。満員の黒船電車発車していきます。島田駅の方は今のところ思ったほど混んではいなくてですね、まあ座席は全て埋まっているんですけれども、端近くは階段付近にちょっとだけいるという程度です。この電車は35分の発車なんですけれども、その前に32分にですね、熱海に到着する電車がありますので、そこでドサッと増えるんじゃないでしょうか。立ち食いそばも混んでますね。いよいよやってきました12時32分着の熱海止まりの東海道線電車。どれぐらい乗ってるかな。あ、もうちょこちょこいますね。結構乗ってるな。先頭とか島田行きの電車とは別のホームに来ましたから、おそらく熾烈なダッシュが繰り広げられると思います。電車の長さが長いので、このこっちのホームから階段を降りるところは映せないんですけれども、こっちに階段で登ってくるところは映せそうです。徐々にやってきました。結構皆さん走ってますね。多分あの車内の案内放送の方でも3分しか乗り換え時間がないからお急ぎくださいっていうアナウンスが流れていたはずですので、皆さん続々とやってまいりました。意外と急いではないという人もいますね。まあどうせ3分の乗り換えでも、まあ、多少待ってくれるだろうっていう甘えなんでしょうか。階段に一番近い車両についてはどんどん埋まっていきます。JR 東海の車掌さんがお急ぎください、お急ぎくださいとひたすらアナウンスをしております。6両というでもね非常に混雑が激しくなっておりますが、無
時ドアが閉まりました。反対側の階段の方も、まあ、まんべんなくお客さんが立っていますね。まあ、18切符で旅行する分にはいいんで、まあ、1回1日限りですから、まあ、いいんでしょうけれども、静岡で日常的に使っている人については18切符のシーズン中ずっとこんな感じでしょうから、まあ大変だろうなと、そういうことが予想されます。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。正直ね、思った以上には混んでいなかったなという印象です。18切符で、まあ、名古屋とか大阪まで行く人はひょっとしたらもっと朝早くから活動しているんでしょうかね。午前10時とかそれぐらいに来ればよかったなってちょっと後悔しています。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。熱海もってね、かなり混雑していますね。あっちの方とかタクシー乗り場なんですけれども、たくさん人がいます。まあ、そもそも帰省先がないというより、実家が東京とかいう人は、まあ、こちらの方に遊びに来るっていう感じなんでしょうかね。